国鉄補機9500系貨車は、最石輸送用の私有貨車として製作され、日本国有鉄道、日本貨物鉄道に車席を有する35、トン席の貨車である。落成した車両は新東京国際空港公団の所有となり、成田駅を常備駅として、日本国有鉄道に車席編入された。製造当初は新東京国際空港建設用の 採石輸送に使用された。中級両編成の専用貨物列車で運行され、成田駅、九頭駅間で1日3往復運用された他に、金島駅、箱根ヶ崎駅、初刈駅からも1往復ずつ運用された。成田駅では、2役が容易に行えるように新設された、高架式の専用線を通って現場へ出入りしていた。 空港建設終了後は各社に遺跡し専用種別は、石灰石に変更された。奥多摩工業所有の補機2500型からの、編入者は1998年の石灰石、輸送終了後に、八橋工業などに、遺跡の上で使用中である。太平洋セメント所有者は、全身の小野田セメント表示のまま、山口県の重毛安駅から、 宇部岬崎駅への石灰石輸送に2009年10月18日まで使用されていた。運用終了後、新南洋で解体されたと噂になっていたが、小野田セメントの私有地内で全車解体された。2015年10月現在の定期運用は、八橋工業所有者による、西濃鉄道大津オン駅より、日本製鉄名古屋製鉄所内への石灰石輸送のみである。 八橋工業所有者では、1996年に製造された補給 19,、補機19500補機19502を除きすべて、経年40年以上、補機2500型からの編入者では更新工事が行われたとはいえ、経年45年前後と、老朽化している。大体として、補機2000系の導入が進み、本形式は置き換えられつつある。国鉄。 後日本貨物鉄道所有であった、補機2500型が、上記の事業者へ払い下げられ、私有貨車になるにあたり、本形式に編入されている。空港建設が終了した後、日本国有鉄道が車両を買い取って、石灰石の輸送に充当する計画があった。そのため、すでに石灰石の輸送に従事していた。 保機2500型よりも設計比重が大きいという点や台車の種類が異なる点を除けば外観や構造といった点においては保機2500型と遜色ないものであった。しかし国鉄の経営悪化などが原因で当初の計画は頓挫し結局は幻のままで終わっている。ありがとうございます。